妻夫木&シソンと一緒にごはんバーガーいただきます。イエーイ。一回ぐらい練習した方がよかったね。しかもなんか僕も一緒になんですけど、妻夫木って自分で言うのなんかすごい違和感があって。そうだよね。申し訳ないです。そうだよね。マクドナルドは結構召し上がりますか？あ、マクドナルドですか？はい、はい、もう結構召し上がりますね。緊張されてます。緊張してますか？いや、本当生放送って苦手なんですよ。あ、そうですか。なんか本当に緊張しますね。大丈夫ですか？何を聞かれても。大丈夫ですか僕たちこれ。なんか大丈夫です。多分ここから心配になるよね。そうですね。大丈夫。反応もねまだわからないですからね。そうそうそう。なんか映るたんびに何か話した方がいいのかなっていう気になってね。そうですね。なりますね。結構長いんですけどね芸歴。何だろうな。はい、妻夫木さんのこんな新たな姿を見られるということで、配信ならではですね。楽しみにしていきたいと思います。妻夫木さん、志尊さんと一緒にごはんバーガーを食べましょう。イエイイエイ。もう食べようとしてさあ、お二人には新発売のごはんフィッシュ和風黒胡椒を召し上がっていただきます。じゃあちょっとラップを開けていただいて。いや、これは絶対美味しいでしょう。なんかいい香りがしてますね。これは美味しいな。ま、うん、お待ちくださいね。さあ、それではお二人のご飯バーガーいただきますという合図で、視聴者の皆様も一緒にご飯バーガーを食べていきましょう。じゃあそれでは妻夫木さん、志尊さん、よろしくお願いいたします。はい、せーの、ご飯バーガーいただきます。召し上がれ。お待たせいたしました。うん、もう一口目からうーんとうなるような声が出ましたね。お二人ともなんかもう本当に美味しそうな表情。視聴者の皆さん、合わないわけがないですよね。ねえ、そうなんですよ。もう大きなお口でパクパクと無言で食べてらっしゃいますけれども。美味しいですね。やっぱソースが本当にご飯に合うソースですよね。和風黒胡椒ということで、どうですか？ピリ辛な感じ。ピリ辛っていう感じではないですね。もう本当にご飯とこのフィッシュに合ってる感じがすごいします。いいですね。新商品感がないですよね。もう元々あったんじゃないかっていうぐらいね。馴染みがありますね。そう、あのポテトの感じはどっちが好き派？あのうにょにょって、うにょにょが好き。うにょにょの方は。ああ、そうか。妻夫木さんは。いや、まあ難しいところですけどね。本当のうにょにょだったらうにょにょが最高に美味しいんですよ。うにょにょ全然ないよね。いや、全然ないんですよ。ない。カリカリの方がね。だからやっぱうにょにょが当たりみたいな感じになるんだよね。そうなんだよね。カリカリで。あれね、なかなか出会えないんだよ。あと僕カリカリの油染みみたいな。そうそう、それそれもそれそれが俺一番好きなんだけど。でも本当はあの最高なもうめちゃくちゃうにょうにょのやつが一番好きなの。でもカリカリの方が当たる確率が高いから。そうなんですよ。あのカリカリは何なんだろうな。救い逃れたやつが次に来たとかなのかな。どういうシステムなんだろうな。気になりますね。確かに僕ホリプロなんですけど、デビューしてちょっとぐらいした時にあのバラエティ番組に出て、君はあれだねってバラエティに出ない方がいいタイプだねって言われて、あんまり出なくなっちゃったんですよね。今日あの初代のマネージャーがいるからちょっとあんまりいろんなこと言えないんですけど、ちょっと後で何か言われちゃうかもしれない。貴重なお話をたくさんありがとうございました。貴重です。はい。